こんにちは、池田真子です。今日のマクチャンネルはアイテムです。はい、今回はじゃん、スタバからティバーナの紅茶とこのゼリーを組み合わせて飲めるものが発売されて、早速ちょっと買ってきたので今日これを試してみたいと思います。もう紅茶もゼリーも大好きなんで、もうめっちゃ楽しみです。では早速やってみたいと思います。マクチャンネルスタート。ではまず新しく発売されたアイテムを紹介したいと思います。こちら、じゃん、フルーツジェリーアソート。これは3種類入ってるんですけど、マンゴーオレンジとパイナップルとマスカットが入ってます。で、なんかこの後ろにやり方も書いてたりとか、組み合わせる紅茶とかもこうサイトで載ってるんですけど、それを見ながら今日やろうと思います。で、こちらもじゃん、ストロー付き耐熱ダブルウォールグラスです。こちらに入れて今日は作っていきます。ちなみにお値段はこちらが500円で、こちらが2500円です。今回はサイトのこの一番上に載ってるやり方で作っていきます。ではまずこちらの紅茶を 120cc のお湯で2分抽出していきます。ではこちらのゼリーを入れていきます。よく見ると果肉入りです。で、このパインを使います。ではまずこちらの耐熱グラスの底にゼリーを入れます。うわ、ポン、かわいい、もうかわいい、プレ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 。次はゼリーの上から氷をたっぷり入れます。で、こんな感じでたっぷりと氷を入れました。ちなみにこっちの紅茶はこの氷で薄まるので、ちょっと濃いめにしてあります。では入れていきます。あー、きれいわー、かわいい、めっちゃおしゃれや。こんな風に入れたら仕上げにまた氷を上から足します。これで出来上がりです。で、飲むときはこちらのストローで潰しながら飲んでいきます。蓋を閉めるとこんな感じです。もう綺麗なグラデーション、もうめっちゃいい匂いしてるし、もうめっちゃ楽しみです。では実際に食べてみます。ゼリーを潰して簡単にほぐれます。ではいただきます。ゼリー、もう紅茶も美味しいんですけど、後からゼリーが来て、パイナップルとこのハイビスカスの紅茶がもう合わさって超トロピカル、もうめっちゃナッツ、めっちゃ美味しいです。もうゼリーも柔らかくて、もう口にシュルシュルシュルって入っていくんですよ。でも紅茶自体はストレートなんですけど、このゼリーが結構甘めで、もう合わさった時がもう超口の中がもうナッツって感じで、もうめっちゃトロピカルです。もうほんまに美味しいです。これはもうほんまに紅茶、スタバは僕紅茶大好きなんですけど、もうこのゼリーと合わせ最高の組み合わせです。これはもう絶対紅茶好きの方、ゼリー好きの方は食べてほしいなって思います。いかがだったでしょうか。今回はこちらのスタバの紅茶とゼリーの新作を紹介しました。ちょっとね、全部揃えるってなると、ちょっと値段的に高いなって思うんですけど、でもそれだけもいい気分が味わえるし、ほんまに美味しいし、てかもうこれ、この味をスタバで販売したらもうめっちゃ売れると思います。もうほんまに美味しいです。ぜひ皆さんも気になった方はチェックしてみてください。他にも池田もこのまこチャンネルでは DIY やメイクなどアップしています。気になるのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。池田セカンドもご覧ください。ということで、今回は池田真子のスタバの新作の紹介でした。バイバーイ。